上陸。行くぞ。私なの？やっつけるぞ！頑張るぞ！バーン！うっ、私か。続けていくよ。僕だね。痛いよ。うわあ、私か。動くな。仕方ない。やった、私の番ね。てやー、これが私の実力だよ。私が決めるぞ。私か。よいしょ。きたきた。それ。海賊の力、思い知ったか。見つけちゃった。あった。しっかり捕まるんだぎ。さあ、やっちゃうよ。頑張る。どっか行け。続けていくよ。立ち止まっていられないよ。
ぶっ飛ばす。疾風、待ってました。ちぎれろ、活躍するぞ。私が決めるぞ。やったー、倒したぞ。見つけちゃった。早く終わ、私が決めるぞ。頑張る。倒れろ。待ってました、待ってました。楽しもう。あんたはマジで許さない。これが私の、はぁー、伝説だよ。うわぁ、活躍するぞ。行け。やったー、倒したぞ。Thank you.
別に私はついてきたわけじゃないし、自分たちの意思で来たんだよ。こいつ嫌い。幽霊船で騒いでたやつだ。すっごくうるさくて怖かった。俺はてめえなんて知らねえけど、どっかで会ったかな。
は、幽霊船に住み着いてるモームスってお前か。探してたんだから、いたなら出てこいよ。いやだ、私は知らない奴が来ても絶対に出ない。知ってる奴でも出ないけど。知ってる奴なら出てやれよ、かわいそうだろ。そんなことされたら、てめえだって悲しいだろうが。確かに、これからは出る努力するかも。何説得されてんの。あんたはコロンちゃん探してたんだ。何か用だったの？まあな、聞いて驚け。俺たちドラゴン海賊団はな、はぐれモームスを探して仲間に加えてるんだ。だから幽霊船で怖い思いをし、震えながら隠れ住んでるモームスを助けるためにこの俺が探していたんだ。別に震えてないし、余計なお世話。なあ、てめえのせいで俺がどれだけ幽霊船で迷って怖い思いをしたと思ってんだ。言いがかりじゃん。コロンちゃんはすでに私たちの仲間になったの。私たちはこの先に用があるからどいてよ。ここまでバカにされて、この俺がただで先に行かせると思うな。どいてくれないと力ずくで通るだけだよ。この前負けたばかりなんだから、無駄なことはやめようよ。てめえらなんて大勢いたから勝っただけのくせに。あんたは海賊を何も分かってない。数は力よ。くそ、この先のアジトには仲間がいるんだ。後で謝っても許してやらねえからな。アジトってことは、ここがドラゴン海賊団のアジトっぽいかな。さすが物知りのクラレットちゃん、知ってるんだ。ドラゴン海賊団ってのは結構有名だよ。この辺じゃ一番強くて最強の海賊団って話だけどね。マジで、もしかしてバカにしちゃまずかった？どうだろう、好戦的だから油断はしない方がいいかな。そっか。でも私たちは戦いに来たわけじゃないし、平気平気、なんとかなるよ。いいわよ。今どこかな？今どこかな？敵が来た。あたしの番ね。まだまだ。何かおかしいわ。いや、これぐらいで。えっ、ぐるぐるする。どっか行け。うわっ、体が…えっと、何かおかしい…はい！いい汗かいたわ。
いいわよ。私はドラゴン海賊団船長、ドラゴンのモンスター娘リンドだ。私はパルテ、宝探しでここを通りすがっただけよ。先を急ぐからまたどこかで会いましょう。リンド船長、やつらは幽霊船で寄ってたかって俺を襲ったやつらです。リンド船長のドラゴン海賊団の力を見せてやりましょう。そういえばあんたもいたんだっけか。でもあれはあんたが私たちの邪魔したからで、襲いたくて襲ったわけじゃないよ。言い訳するのか。リンド船長は俺の味方だぞ。お前らはここで終わりだ。猫もこう言ってるし、話も済んだし戦おうか。え、話終わってないよ。もうちょっと聞いてくれてもいいんじゃないの。ここには宝探しで戦いに来たんじゃないよ。だから私たち海賊団から宝を奪いに来たんだろ。この辺話なんかする必要はなく、最初から戦うしかないだろう。あー、そうか。宝のある方に来て海賊団のアジトがあれば、その海賊団の宝に決まってるじゃん。それに宝ってのは、宝ってのは、どこだったかな。確かこの辺に。まだ。どうせ戦うしかないみたいだし、殴っていい？まあ落ち着け。それはさすがに卑怯だろ。すぐに出すから、ちょっとぐらい待てないのか。あんたはさっき話し合おうって言ったら戦おうとしてたじゃん。早くしないとマジで殴るよ。あったあった。すぐに取り出せるように胸に挟んでいたのを忘れていた。どうやったらそれを忘れるのよ。探してるのはこの秘宝だろ。私たちに勝ったらお前らにやるぞ。そう、それよそれ。ところで、待ってあげたんだから譲ってくれたりしない？悪いが退屈してたんだ。お前らで楽しませてもらうからな。さすが船長、もう泣いても許してやらねえぞ。やる気になったリンド船長は強えぞ。敵だよ。もう溶けちゃいそう。俺は強いぜ。おっしゃ、行くよ。気をつけてよ。私か、耐えられるかな。まっぷたつ、いくぞ。
ておきだ。さあおいで。これがスライムの力だ。強い。頑張る。任せろ、ぶった切る。行くよ。使っちゃおう。頑張る。はい、体が重い。弱くなれ。俺は強いぜ。もう遅い。これくらいで。トライ。あたしの番ね。気をつけてよ。俺は強いぜ。ビャー。私か。出やだ。行くぞ。弱くなれ。行くよ。これでぶっ飛ばす。疾風。任せろ。どうだ。行くぞ。動くな。これぐらいで。やるぞ。死んじゃえ。父さん、母さん。あいつだよ。君をやっちゃって。
体が重い。やるよ。ビビらせてやるぜ。くらえ、ダークソードの力を。任せろ、こういう手もある。いくぞ。直してやるぞ。疲れた。これぐらいで。気をつけてよ。ビビらせてやるぜ。ほら、私か。くらえ。僕だよ。大きいの行くね。どっか。何すんだ。やるぞ。やるな。これぐらいで。まだまだ。任せろ。ぶっ投げる。僕だね。任せろ。ほら、ビビらせてやるぜ。やられちゃった。やるぞ。気をつけて。任せろ。ぶっかける。あたしの番ね。気をつけてよ。ビビらせてやるぜ。試しにやってみるぜ。やばいぞ。頑張れ。何すんだ。やるぞ。アイテム使うよ。疲れた。私か。耐えられるかな。マップ2つ。これぐらいで。手伝ってよ。ビビらせてやるぜ。やだ。体が重い。大きいの行くね。だっか。俺が倒されるなんて。
やばいぞ。直してやるぞ。任せろ。覚悟はいいか。血がたぎるな。お前も熱くなれ。燃え尽きろ。体が重い。これぐらいで。まだまだ。頑張るぞ。痛いぞ。任せろ。くらえ。僕だね。私か。でや。行くよ。行くよ。気をつけてよ。仕方ない。私か。バーン。任せろ。これだ。行くよ。やるよ。行くよ。はっ、やるな。仕方ない。頑張るぞ。私が決めるぞ。私か。耐えられるかな。マックマス。やられちゃった。仕方ない。私か。どうだ。私か。こういう手もある。仕方ない。気をつけて。私か。はっ。いた。僕だね。よっしゃ。私か。やっ。やるな。任せろ。くらえ。行くよ。やるな。頑張るぞ。任せろ。そら。私か。行くよ。頑張るぞ。動くな。やるな。僕だね。それっと。私か。耐えられるかな。
真っ二つ。こんなところで仕方ない。気をつけて。私の番ね。これでぶっ飛ばす。疾風遊びすぎた。海賊の力思い知ったか。集めてるだけあって強いな。私たち勝っちゃった。自称四天王に続き最強の海賊団にも。これでモンスピ界に敵はいない。リンド、海賊のくせに山にいたせいで昔より弱くなったんじゃないかな。いや、それはきっとクラレットたちが強くなったんだな。私は変わらないはずだ。あれ、またクラレットちゃんの知り合いなの？相変わらず顔広いね。知り合いなら説得してくれてもいいのに。だってリンドは話し合いとか嫌いだから、どうせ無駄じゃないかな。結果は一緒だよ。その通りだ。クラレットには散々バカにされた恨みがある。話を聞く気はないな。誤解だよ。バカになんてしてないって。私はいつも本当のことを言ってるだけだよ。クラレットちゃんは昔から言い過ぎなんだね。ねえ、そんなことよりリンドちゃん、約束通り秘宝をもらうよ。ああ、受け取れ。あれ、ずいぶんとあっさり。いいの？構わない。どうせ私も一緒に行くからな。そんなことなんじゃないかと思ったけど、まさか私が許すと思っているのかな。クラレットも冗談が好きだな。私とクラレットの仲じゃないか。リンドとの仲だから反対してるんだよ。リンド船長、ドラゴン海賊団はどうすんですか？任せろ、ちゃんと考えてある。猫、今日からお前が船長だ。あとは任せたぞ。いやいやいや、俺には無理っすよ。ほら、ドラゴン海賊団って名前からして、ここはリンド船長じゃないとおかしいっす。そいつは気づかなかったな。じゃあ名前は好きに変えていい。猫海賊団とかどうだ？ぴったりだろう。確かにぴったりだ。って、そのまんまだからそんなの当然だし、問題はそこじゃねえっていうか。それじゃあパルテ、これからよろしくな。よろしくね。強い仲間は大歓迎。でも、仲間になるつもりだったなら最初から秘宝をくれればよかったのに。それだとつまらないだろう。貴様らがどのくらい強いのか確かめたかったし、この木にクラレットを倒しておこうと。私がリンドに？もう少し痛めつけておくべきだったかな。仲間が増えたのはいいけど、この二人仲悪そうね。そうか。お、俺にはむしろ仲が良さそうに見えるんだぎ。わ、喧嘩するほど仲がいいってことか。しかし感動したよ。確かに、あっさり秘宝が手に入ってよかったち。それもそうだけど、感動ってのはね、とうとう私の海賊団に自ら加わりたいってモームスが現れたこと。今まで名乗ってただけなのが海賊団になったって気がする。あとは残りの秘宝を集めるだけ。頑張れ。